予約して早退なさったんだけど、それにレイ様がついてらしたらしいのよ。でもレイ様まで早退させるわけにはいかないでしょ。だから吉野さんは断ったらしいの。タクシーが校門前に迎えに来るから大丈夫って言って。うん。で校門に向かって歩きながら行く行かないで押し問答になっちゃって。吉野さんが切れた？当たり。なんかレイ様がすでに早退の許可を担任からもらってたんだって。それに怒ってロザリオを返したらしいの。堀島、マリア様の前。マリア様の前で破局。破局って絶交とは違うの？むしろ離婚に近い。え